はい、どうもことです。今日はね、モノアイズのフリースローの解説をしていきたいと思います。で、 BPM が、169でチューニングがレギュラーチューニングです。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、じゃあ早速イントロからやっていきたいと思います。はい、このイントロ部分なんですけど、基本的にはオクターブ奏法です。で、初めが、5フレットですね。ルートの音をまた順番に言っていきます。6弦5フレットルートのオクターブ奏法です。ここが、4弦の5フレットに移動します。はい、その続きなんですけども、ずっとオクターブ奏法です。スライドを使って、ルートの音が、5弦5フレットです。で、スライドで7フレットに移動します。4弦5フレットルートの、オクターブに移動します。で、その次が5弦の3フレットです。で、その次が4弦の7フレットルートです。はい、そんな感じです。じゃあ次 A メロいきます。ここは普通ルートのブリッジミュートなんで、まあちょっと解説なしでちょっとサクッといきます。途中からアルペジオが入るので、それをちょっとやってみます。5弦の10フレット、3弦の7フレットなんで、4弦の10フレットです。この3つです。はい、じゃあ次サビ前からサビやります。はい、このコードの繰り返しです。はい、じゃあ次サビのリードパートをやっていきます。はい、このリードの前半部分なんですけど、分かりやすくちょっと指1本でやります。4弦です、これ4弦。5弦に移動します。はい、まあ、できる限りオルタネイトの方が多分いいと思います。まあ、全然ダウンでもいけるスピードだと思うんで、まあ、ダウンでも、いや、ダウンの方がいいっすね、多分。はい、じゃあ次いきます。次はオクターブ奏法です。
はい、じゃあここも、ルートノートちょっと指一本でやります。予言です、全部。はい、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。モノアイズ新アルバム、非常に楽しみですね。よかったらこちらのボタンクリックで、チャンネル登録できるのでよろしくお願いします。あとよかったら下の概要欄に僕のツイッターのリンク貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。ではまた。